ズーニバーストは市民科学プロジェクトを集めたポータルサイトである。シチズンサイエンスアライアンスが所有し運営を行っている。ホストしているプロジェクトの中には規模、人気、成果の面でインターネットでは最高クラスのものもある。当初はギャラクシーズーという単一のプロジェクトであったが、ボランティアが科学研究に携わるクラウドソーシングプロジェクトを 数十件ホストするサイトへと成長した。本部は、オックスフォード大学とアドラープラネタリウムに置かれている。初期のオンライン市民科学プロジェクトで、コンピュータの余剰計算能力を利用して、データ分析を行うものは、ボランティアコンピューティングと呼ばれたが、ズニバースのプロジェクトは、これと性格をことにし、ボランティア各個人の能動的な活動によって、研究課題を解決するものである。 プロジェクトの分野には、天文学、生態学、細胞生物学、人文学、気候学などがある。2014年2月14日、現在、ズニバースコミュニティに登録しているボランティアは100万人を超える。ボランティアはまとめて、ズイティーズと呼ばれることが多い。ズニバースのプロジェクトで集められたデータに基づく、学術論文は100編以上が出版されている。ニュースサイト、 デイリーズ・ユニバースはズニバース参加の様々なプロジェクトについての情報を配信するとともにソーシャルメディアへの展開も行っている。ズニバースを主催するシチズン・サイエンス・ワライアンスは英国と米国の9つの研究機関、法人から選出される理事によって運営されている。参加機関はアドラー・プラネタリウム、ジョンズ・ホップキンズ大学、ミネソタ大学、国立海事博物館、 ノッティンガム大学、オックスフォード大学、ビシュアリティ社、ポーツマス大学、及び中央研究院天文及び天文物理研究所である。ありがとうございます。